小林悠選手、決勝点入れるっていう、もう劇的な、最高な終わり方しましたね。チャオ元プロサッカー選手の宮川です。さあ、今日も見てまいりましたよ。富士ゼロックス、スーパーカップ、2021、川崎フロンターレと、ガンバ大阪の試合、もう今終わったばっかで、まあ僕今ね YouTube の撮影してるんですけど、僕の予想はもともと 2-0 だったんですけど、皆さんのね、コメントありがとうございます。いろいろね、ガンバ大阪、3対0とか3対2とか、いろいろねスコアのね、予想、コメントいただきありがとうございました。まあ試合はまあ皆さん知っての通り3対2で、川崎フロンターレが、優勝という感じになりましたね。まあちょっとこの試合簡単に振り返ってみましょうか。まあ本当に前半まあ、2-0折り返し、まあもうこの時点ちょっと僕ね、僕の予想が当たってんではないかって、内心すっごいふわふわしてましたね。もう本当にプラン通り、やっぱり出だしは前半、ガンバ大阪の方がすっごい良かったです。途中まで本当にガンバ大阪がテンポよく回し、ディフェンスライン、まあ、結構高かったんですよね。コンパクトに守備してたっていうのが、やっぱり守備ラインを上げてコンパクトにして、アグレッシブに守るっていうことができてたので、やっぱりその中盤でのね奪い方だったり、奪い方っていうのがガンバ大阪すごい良くて、やっぱりその前半の中盤まではなかなかね川崎がまあ様子を見るっていう感じでやっぱ対応してたと思うんですけど、やっぱその中盤あたりからやっぱり川崎がそのリズムテンポに慣れてきたっていうのがやっぱさすが、もう試合巧者だなって僕はすごい思いましたね。中村健吾さんも言ってたんですけど、やっぱりその攻略法を分かってきた川崎はやっぱりそこからかなり流れ押し返しましたね、前半のうちに。で、それで、やっぱりそのサイドから両チームとも、前半のうちから起点サイドからすごい作ってましたね。なので点決めたシーンも、左サイドから、田中碧選手が、左サイドで、もらい、でそこで、ちょっと奪い合い、まあ勝ち、1対10勝ちで、そこから左サイドそのね前走ってくる三笘選手にパスを出して、そのまま広大なスペースがあるドリブルしながら左サイドからまあ右に流し込むっていうシュートねもあったんですけど、得点になるならないシーン両チームともやっぱサイドからの攻略がすごいポイントだったんではないかなって僕は思います。で、まあその他にもやっぱり川崎フロンターレ試合巧者だったっていうのが、やっぱりそのうまくスペースを使い方っていうのがやっぱうまくて、右サイド特に山田選手と、家長選手がかなり連携のいいプレーをしてましたね。なんで山根選手の、まあ、2点目もね、山根選手が、左サイドのクロスから、右サイドに行って、そのこぼれ球を、まあ、シュート気味のクロスをやって、三笘選手が決めるんですけど、やっぱりこの両サイドの攻撃参加っていうのが、今日はすごい。川崎の方もね、特にガンバの方も、両チームとも光ってたんではないかなって思います。で、ガンバの方に特に注目ポイントが、やっぱり中盤のとこ、両チームともね、フォーメーションは 4-3-3 っていうね、同じフォーメーションを、採用してたんですけど、4-3-3 の、この選手ですね、山本選手か。かなり落ち着いてていい。良かったですよね。落ち着き、なおかつ縦パスに入れるポイントだったり、出口選手の、ポジショニングっていうのがもうめちゃくちゃ効いてて、やっぱガンバもすごい見どころがあったっていうことですね。で、僕はその前半で、ね、やっぱ気になったのは、やっぱ、家長選手のための作り方がまたこれは絶妙で、やっぱりこの選手、周りの選手とはちょっと違いを作れる選手だなと思ったし、もちろん得点を決めた三笘選手っていうのはもう本当にあっぱれの、得点感覚だし、まあ、川崎はね、やっぱね、試合巧者、王者の戦いってね、まあ、僕の動画では前言ったんですけど、やっぱりそのいろんな攻め手を来る相手に対してしっかり様子を見てから攻略するっていうパターンが、キャンプでね、なかなかコンディションなかなか難しいと思うんですけど、そういう場面はやっぱり昨シーズンに引き続き、見られた部分だったなって、僕は思いましたね。後半いきます。そしたら後半、折り返しね、するんですけど、まあ、
大西監督が言っていたのが、2対0からここを3対0に持っていきたかったって試合後、喋っていたんですけど、まあ、本当その通りなんですよ。2対0はめちゃくちゃ危険な得点差なんです。仮に1点入れられたとしたら1点返したチームっていうのは勢いに乗る、すっごい乗るんですよね。そこでまた1点取るとまた同点、そしてあこのままいけるな3点逆転っていうパターンが一番起こりやすいような点差なので、3対0、大西監督がもう後半のうちに3対0にしたかったって言ったコメントは、やっぱりそうだなって僕もすごい思いましたし、逆に仮にガンバがやっぱりその後半の15分、矢島選手がやっぱそこのね、こぼれ球でしっかりペナルティーエリア内から決めると、正直びっくりしたと思います、大西監督は。で、なんでその後、この選手交代しますね。ジュアン・シュミッチ選手と、立花田選手が入ってますね。やっぱそこで、まあ、キャンプの疲れもいろいろあると思う。またいろんな選手を試したいっていう意図もあるんで、やっぱりこの選手交代っていうね、チームに新しい、循環を入れる。まあなんかを変える。このままでいけないなっていう選手交代だったと思うんですけど、まあところがどっこいですよね。22分、パトリック選手 PK ですね。これまあちょっと不運でしかないんですけど、まあハンド取られて、PK と、で 2-2 です。やっぱここでね、一番危ない展開なんですよ、正直言うと。ね。その危ない展開にさらに追い打ちをかけるように、やっぱガンバは交代ね、ちょっと疲れが目立った選手とを、やっぱり入れて、さらに攻撃的に出ますね。リアンドロ・ペレラ選手、チアゴ・アウベス選手が、24分から入ってますね。で、これ、やっぱですね、もう、宮本監督、もう、ここだっていうタイミングで、選手交代で、攻撃力アップして、もう3点目行くんだっていうサインが見られましたね。すごいね、監督のね、采配の攻防っていうのが、後半はすごい面白くて、交代の、入れる、入れないっていう、このね、やっぱその駆け引きがね、すごい楽しい展開でしたね。で、やっぱり、それでも、なんていうかな、川崎も、選手交代に応戦して、まあ、27分に、また、レアンドル・ダミアンと、三笘選手交代して、長谷川選手、小林優選手、インしましたと。逆転されないような形っていう選手交代をさらに取ってますね。まあ、ここで、やっぱり小林優選手が、前線で、結構後半はね、もうね、やっぱ、今の展開僕が喋ってる通り、ガンバ推しだったんですよ。ね。ガンバがやっぱ得点決めて、さらに同点にして、流れはガンバなんですけど、やっぱり小林優選手が前線にいることによって、ちょっと本当にいやらしい動きというか、もうなんか、ちょっとなぁ、目につく動きをするんですよね。まあそれがまた、ガンバが攻めきれなかった点。まあ小林優選手が前線に残ることによっていやらしいところにいじって、やっぱフロンターレのリズムをね、生み出すっていうことをね、まあ本当に、いい仕事をしたなっていう感じです。まあそこで残り38分で、家永選手変わって、遠野選手入りますね。僕もね、最後見ててね、まあほんとこれ PK 行くんじゃないか。レギュレーションはね、これ90分終わったら PK、即 PK っていうね、レギュレーションだったんで、まあ見ての通り、このレギュレーション通り、まあ PK に行くんじゃないか。もうね、ロスタイム6分であって、もう本当に、見てて、ああ、これ絶対 PK だよねって思ったんですけど、まあ PK になると正直、どちらが有利っていうね、感じではないと思うし、本当にね、まあ本当いろんな選手がね、いろんな思いで PK を蹴ると思うんですけど、プレッシャーの中でね。またそれは面白い展開になったと思うんですけど、まあ勝敗がさらに読めなくなると。ね、なかなかやっぱ両チームともね、難しい展開になるっていうの分かったんですけど、なんとなんと51分、小林優選手。決勝点入れるっていう、もう劇的な、最高な終わり方しましたね。その51分で点決めたシーンも、やっぱ田中碧選手、この選手が、最後、遠野選手19番に、もうめっちゃくちゃ早い縦パス出したんですよね、中盤に。中盤その時、やっぱね、最後の最後、試合終わるか終わんない時って、結構ルーズになっちゃうんですよ、スペースが空いて。で、そこで、中盤の、結構前のあたりにすっごいいいスペースがあったところに、田中碧選手がめちゃくちゃいい、縦のボールを出し、遠野選手素晴らしいターンからのラストパス、小林選手、左サイドから右に移り、その、対角線上にシュートを打つと。もうなんかすごい、もう、できたシナリオで点決めたっていう感じでしたね。あの場面でしっかり決めきる川崎フロンターレという勝負強さに僕は感激いたしました。デロックスっていうの、まあリーグ戦始まる前哨戦ね、次の週からリーグ戦始まるんですけど、
なんかすごい面白かったね。まあカップ戦って、1試合だけでね、こうやってまあ勝敗を決めるんですけど、まあまたリーグ戦とは違った今日は楽しみ方っていうのがあって、まあもちろん戦い方もね、お互いが対策してかなり次のシーズンに対してっていうところも見れて、やっぱ僕はね、すごい今回の3対2っていうスコア、皆さんも楽しめたと思うし、本当にね、開幕が待ちきれないぐらい楽しみになりましたよね。ガンバもやっぱりこの打倒川崎に対してやっぱりキャンプでいい作戦を積み上げてきてるなっていうことも、実感したし、やっぱ川崎もね、昨シーズンに引き続きやっぱ絶対王者、まあこの力をいかんなく発揮したんではないかなと思うし、まあ今日もね、ゼロックスはねめちゃくちゃ見応えがあったかなっていう感じだったので、僕もね 2-0 の予想、まあ最初までいつもね、前回ね高校選手権の決勝のね予想レビューもやらせていただけたんですけど、途中まで三原直樹プランにはオンタイムなんですけど、やっぱそっからがね僕の課題なんですかね、やっぱそっかサッカーの読めないとこなんですかね、やっぱりだけどそのなんていうか自分が考えてる想像以上なものが出てくると、あ、やっぱり学びにもなるし、やっぱすごい勉強にもなるし、まあ本当ね後半戦の戦い方、両チームとのね、監督の采配だったり選手の動き方だったりっていうのがまた僕にとってはすごい、勉強になったことだし、やっぱり本当面白かったですね。やっぱねあの点差があるとね、やっぱすっごい面白い展開ですよね。最後の最後はやっぱ僕もね、テレビで見てたんですけど、決まった瞬間おーってなんかちょっと声出ちゃったぐらいね興奮しちゃったので、まあその興奮が止まないうちにこの YouTube 撮影撮ってるんですけど、まあ本当にね、皆さんがね多分このゼロックス楽しみしてた以上に、まあリーグ戦も来週から、始まると思います。なので、まあこのね今日いたねさらにね見出したね新しい選手だったり、まあ新加入選手だったり、いろんな状態ね、選手たちのいろんな状態っていうのが、まあ、キャンプでは見れない場面も結構多かったと思うので、今回見て、まあ、来週から始まる J リーグ開幕っていうのも、さらに皆さん楽しみになったんではないでしょうか。僕も、めちゃくちゃ来週の開幕楽しみにしてます。ね、まあ、今日、ほんとゼロックス戦った両チーム、本当にね、テレビの視聴者の皆さんにも、もちろん、こうやって YouTube の皆さんにもね、素晴らしい試合を提供していただき、本当にありがとうございました。ゼロックス2021シーズン、チャンピオン、川崎フロンターレ、おめでとうございます。僕の動画を見ていただき、コメントいただき、ありがとうございます。もしよければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。